あの卵とこのお札っていう船口寿司をいただきましょうか。もうあの大体ね、まあ、10時ぐらい回ると新世界っていうのはもうほぼ 100% もう終わっちゃってる中っていうことがありますので、まあ、このまま、まあ、家へ帰ろうかなと、まあ、思う次第でございます。じゃあその中で空いてるこのおでん屋、まあ、ここでちょっと注文したいと思います。まあ、1人なんで、まあ、4品で1品おまけなんですけども、まあ、そんなに食べれないんで、まあ、この中はちょっとあの卵とか注文したいと思います。あ、すいません、あの卵とあとはこのこれ2本ですかね、筋2本でウインナーが1本、はい、であとはですね、あとはこのあの巾着ですかね、あ巾着、はい、それで、はい、はい、ここで400円、 あとあのアルコール飲みます。アルコールはちょっとあの中でいただくということですけども、アルコールはね、あの大体いつも船口いただくんで、まあ、船口390円、これであの790円です。まあ、とにかく4本注文して、まあ、1本サービスということです。まあ、1000ベロでね、あのそこそ こ, こう飲めるっていう本当にあ、まあ、レトロな感じがしますけども、時間によってはもう満杯なんですけども、今日は、まあ、曜日とあとは、ね、時間帯によってもこのような感じでございます。まあ、ここの店自体は結構遅くまでしてて、12時回ってもあの、まあ、最終電車は乗れない時間で来てもこう空いてたんですよ。もしね、晩ね最終電車乗り遅れて、あのもう一軒飲んでその後どっかホテル泊まるとか、まあ、カプセルホテル泊まるとか、あとはあのホームホステルとか、まあ、その辺ね、まあ、その前にもう何だったらもう一軒飲もうっていう時にええかと思います。ではあのキックスいただきます。いやーいいですね。ではこの筋をいただきましょうか。うわうまそう。いただきます。うん、あの日本酒っていろいろあるんですけども、本当にあの無名というか普通 の, あの一般で売られてるあのああいう日本酒の方がすごく大好きなんですけども、あの中でたまにこのネキクスを飲むこうって思うんですね。こういやこの中ちょっとね巾着いただきましょうか。このお箸、この袋味です。これね、あの何ていうかお弁当は大体このお箸なんですよ。皆さんもうこれ見て、ああ知ってると思った方はこれあのお弁当で取ってる方と思います。いやここもね本当にね、あのインバウンドでもういろんな方がいらっしゃってて、この間来た時はその隣の方はあの中国の方でもうあのお剣口っていう感じであのいていただき、もう感謝です。まあ、シャギーンってね。でこの袋はね爪楊枝も入ってるっていう、てかねあの日本のこういう箸袋の中に爪楊枝入ってるって当たり前なんですけど、でもあの海外行ったら当たり前じゃないですから、ね、それはあります。ちょっとやっぱこう詰まっちゃった時にこの、まあ、当たり前のようなことがあのそういう旅行した先にはないっていうのはすごくねないのかって、爪楊枝欲しい時ないのかってのがあるんで、海外行った時は爪楊枝持ってきます。いや濃厚、すごい濃厚。まあ、この中の巾着、これちょっとこう見てください。このなんかもう巾着の色してないだろうっていうぐらいのこの濃厚の旬だ色、これをいただきますよ。ではいただきます。いやね、あのちょっとねあのバッグはこっちですけど、本当はバッグ向こうにしないんですよ。でもねあのこのいろんなお客さんいてるからその顔映っちゃいますんでね、まあ、それに残念ですよ、ね。
いただきます。いやこれ一口いきますよ、ね、うん、うわすげえ、これお餅あるじゃないですか、この味旬でる、この餅の中の中まで味が旬でる、この巾着ですよ、コンビニでは間違いなく味わえない味ですよ。初めこう起きた時はあの冬だったんですよ。で冬の時にあのなんかこの熱燗を注文して、でおでん注文したんですよ。すっげえ憩いの場だったんですよね。あの3年前ですね、覚えてますよ。もうそこからここもう何十回で来てますけども、こういうお店って、まあ向こうランマですけど、ランマがあるお店ってさてありますかって、まあ、こういうレトロ感がまあこのまた店主が好きだから、こういうねいろいろあるかと思いますけども、落ち着くわけですよね本当に、うん、いやまあこんな感じでこのおでんをいただくということです。次はこのウインナーをいただきますね。これをちょっとからしをつけて、ではいただきます。まあでも粗挽きウインナーでしょ、あの皮はパリッとします。うん、だから食感が豊かですよね。まあそれにこのなんかこう、まあ、からしをたっぷりをつけて、からし大好き、このからしにこの菊水、これ皆さん、あの成田来た時これとこれ注文してください。うん、これなんでこんなに濃厚でこの格安なんかっていう、不思議でしょ。いやー、そろそろ後半になりました。これ卵をいただくかね、数字をいただくかって、最後どっちなんかって、あとねこのねあの菊水があとこんだけ残ってるっていうね、うん、こんなもん息で飲める、まあ、この感じでは息で飲めるんですけど、まあ、チビチビいただくっていう前提でこうチビチビいただいてるんですけど、だから最後ね、いや難しいですね、まあまあまあ、いきますよ。どれにしようかな、アップグッドアップグッドアップップ蜂の種ということで、まあ、これをいただいてから最後これでいきます。これね、意外とねこういう筋系っていうのはねちょっとお高いんですよ。実はお高いでしょ。だってあの卵の原価よりかこの筋の原価っていうか、この手間暇の方がすごく手間かかってるわけですよ。でもね同じ金額っていう上でこれやっぱり多く注文した方が、なんだったらこの4本この筋で1つサービスで卵でもいいぐらいっていうことがありますけども、でもそれだったらお店側に対して失礼じゃないかなということで、まあとにかくあの2本注文したわけでございます。最高、卵、この濃厚に旬だ卵をいただきますよ。一気にいくのかね、あの半分に噛んでいくのか、いやその時の気分なんですよ。昔はね全てねあーってアホみたいにこう食べてたんですけど、果たしてそれが正しい食べ方なのかっていうことを最近ね思いまして、だからあの半分を食べて、あとはね半分でいただくっていうね、半分いただきます。うん、黄身めっちゃ味する。この黄身の上に最近ハマってるのはこっから七味です。ちょっと七味をかけて、では先ほど七味をかけた
いやでもこの雰囲気大好きやわ、本当にこのレトロな感じで、もうどこの札だろうっていうこの札がいっぱいあるわけ。もうその円にしたらね、本当にあのいくらになるかわからないんだけども、ここはどこだと思えるようなあのアジアンテイストの、めっちゃ幸せ。低水最後。いや、こんな感じであのセミルシリーズ今後ともアップさせていただきますので、チャンネル登録まだまだ、チャンネル登録よろしくお願いします。ケンチでした。